皆さんこんにちは。今回は韓国の5人組ガールズグループニュージーンズの所属事務所アドアーの代表でニュージーンズを手掛けたプロデューサーでもあるミンヒジンさんが炎上している理由について紹介していきたいと思います。ミンヒジンさんの SNS で投稿した画像が原因でミンヒジンはペドフィリアなのかという疑惑が持ち上がったことで炎上が起きました。ニュージーンズにとっては逆風になってしまいとても残念な状況です。ミンヒジンさんが炎上した理由は以下の3つが挙げられます。1、ペドフィリアだと疑われるような画像をインスタグラムにアップして世界中に発信したこと。2、少女の裸の絵がいくつも飾られているアトリエにニュージーンズのメンバーを招いたこと。3、ペド疑惑によってニュージーンズの作品にもフィルターがかかってしまい少女を性的消費しているように見えてしまうこと。まず1つ目の理由について詳しく見ていきましょう。ミンヒジンさんは自身のインスタグラムで少女の裸体が描かれた絵画やアートが飾られているアトリエの画像などを投稿しました。これらの画像からミンヒジンさんがペドフィリアではないかと疑われるようになったのです。ペドフィリアは海外では忌み嫌われており、未成年の少女をプロデュースして世界中に売り出す事務所の代表がそうした画像を SNS に平気で投稿してしまう神経を疑うと批判されています。2つ目の理由はミンヒジンさんが少女の裸の絵がいくつも飾られているアトリエにニュージーンズのメンバーを招いたことです。ニュージーンズのメンバーは未成年の少女であり、事務所の代表に招かれていったアトリエに自分と同い年くらいの少女の裸の絵が飾られていたら不安になるのは当然のことでしょう。自分たちのことをそういう目で見ているのか、性的消費目的で売り出そうとしているのかと思ってしまうかもしれません。事務所を信頼して子供を預けているニュージーンズメンバーのご両親ももっと不安になるでしょう。3つ目の理由はミンヒジンさんのペド疑惑によってニュージーンズの作品にもフィルターがかかってしまい少女を性的消費しているように見えてしまうことです。ニュージーンズは歌やダンスが上手であどけなさとまっすぐでキラキラと輝いている等身大の姿が魅力的なグループです。しかしミンヒジンさんのペド疑惑を知ってしまうと少女を性的消費しているのではないかという余計なノイズが入ってしまうのです。例えばアテンションのミュージックビデオではメンバーの肌色面積が多い衣装を着ていますが、ペド疑惑を知る前は性的というよりティーンエイジャーのフレッシュさを感じる衣装に見えていたのが、疑惑を知った後では少女の性的消費だと思う人も出てきてしまいました。ミンヒジンさんのペド疑惑の具体的な内容としては以下の4つが挙げられます。1、アトリエに少女の裸体の絵画が飾ってあること。2、少女の肌色面積の多い画像を多数投稿していたこと。3、中年男性と少女の恋愛を描いた映画の写真を投稿していたこと。4、中年男性と少女が愛し合う曲のレコードを所有していたこと。1つ目は前述の通り、ミンヒジンさんのアトリエに少女の裸体をモデルにした絵画が置いてあったことです。芸術に理解がある人なら問題ないのかもしれませんが、一般的には違和感を覚える人が多いでしょう。2つ目はミンヒジンさんが少女の肌色面積の多い画像を多数インスタグラムに投稿していたことです。ミンヒジンさんはアートディレクターでもあるので少女の持つ魅力に魅せられてそういった作品に影響を受けているのだと思います。しかし一般の人から見ると少女の裸体が好きなのではと疑われても仕方ないですよね。3つ目は中年男性と少女の恋愛を描いた1974年のイタリア映画レファロダパドレの写真をインスタグラムに投稿していたことです。この映画は弁護士の中年男性が知的障害のある伯爵夫人の娘を誘拐し世話をするうちに愛情が芽生えるという内容です。ミンヒジンさんはこの映画のワンシーンで少女がスカートをまくって下着を見せているシーンの画像も投稿しており、ペド疑惑がより深まる結果となりました。4つ目は中年男性と少女が愛し合う物語を描いたコンセプトアルバムイストワールでメロディーネルソンのレコードを所有していたことです。このアルバムは中年男性と少女が愛し合うものの、最後には少女が乗った飛行機が墜落してしまい男が少女を思うというストーリーになっています。ただしミンヒジンさんのペド疑惑はあくまで疑惑に過ぎません。ミンヒジンさん本人がペドフィリアであると認めたわけではないので疑惑止まりなのです。炎上後ミンヒジンさんはペド疑惑が浮上したインスタグラムの投稿をすべて削除しており、今後はペドを疑われるような投稿はないものと思われます。個人的にはミンヒジンさんはペドフィリアではなく中年男性と少女の恋の物語に出てくる少女に芸術的な魅力を感じているのではないかと考えています。ミンヒジンさんは天才と呼ばれることもあり、
ニュージーンズという他と一線を画すガールズグループを生み出せたのも、変わった感性を持っているからこそなのかもしれません。ニュージーンズのプロデューサーであるミンヒジンさんが炎上したことについて、ニュージーンズ自体は炎上していないことを改めて強調しておきます。衣装の肌色面積が多いことなどへの指摘はありますが、それはニュージーンズのメンバーではなく、ミンヒジンさんや事務所の意向が大きいと思われます。ニュージーンズのメンバーは日々歌とダンスに一生懸命取り組んでいるのに、プロデューサーの疑惑によって色眼鏡で見られてしまうのは残念でなりません。純粋にニュージーンズを応援している方々にとっても複雑な心境だと思います。ここからは少し話が変わりますが、最近ニュージーンズが所属するアドアの動向が注目を集めています。ハイブが2023年4月22日傘下レーベルのアドアの経営陣に対して監査に着手しました。これはアドアが独立を試みる動きがあったためだと言われています。背景にはアイリットというハイブ傘下の別のレーベルから誕生したガールズグループがニュージーンズを模倣しているにもかかわらず、ハイブがこれに沈黙を保っていることへのアドア側の不満があるようです。アドアの代表であるミンヒジンさんは公式の場を通じて、アイリット、ハイブ傘下レーベル所属がニュージーンズを模倣した、ハイブがこれを事前に阻止すべきだったが、むしろこれを黙認して主導する態度を見せてきたと主張しています。最近のハイブ内部での面談でもミンヒジンさんは、アイリット、トゥアス、ライズがニュージーンズをコピーしたと発言したと伝えられています。ハイブとアドアの関係についてはニュージーンズのデビュー前から食い違いがあったと言われています。ミンヒジンさんを迎え入れた当時はハイブのトップであるパン支局議長との関係は友好的でしたが、ガールズグループを制作する過程で意見の相違が生じたのだそうです。それを受けてミンヒジンさんはアドアのトップに就任し、ハイブはミンヒジンさん抜きでルセラフィムを立ち上げ、2ヶ月後にアドアはニュージーンズをデビューさせました。より良い成績を収めたのはニュージーンズの方でした。 SM エンターテインメントでビジュアルディレクターとして活躍していたミンヒジンさんはニュージーンズでも手腕を発揮したのです。ニュージーンズが大成功を収めたことでミンヒジンさんは無分別なコンセプトの借用に大きなストレスを感じていたと言われています。特に同じハイブ傘下のレーベルに対する反感が強かったようです。ある男性グループについて男性版ニュージーンズという言葉が出たこともあり、ミンヒジンさんは男性版ニュージーンズを作るなら私が作ると不快感を表したとのこと。その後ガールズグループのアイリットがニュージーンズと似たコンセプトと曲でデビューしたことで怒りが爆発したそうです。アドアはアイリットについてニュージーンズだと思ったという反応がオンラインを覆ったこと、アイリットが芸能活動のあらゆる面でニュージーンズをコピーしていると主張しています。またハイブとビリーフラボパン支局議長について今回の事態に対して謝罪や対策を取らずにミンヒジンさん個人を追い出そうとしていると批判しました。ニュージーンズはデビューしてまだ2年も経っていない新人グループであるためイメージの消費は大きなリスクになりかねません。ミンヒジンさんも強い危機感を持っているようです。特にパン議長は作曲家やプロデューサーとしても長く活動してきた人物なので創作の価値をよく理解しているはずなのにそこに失望したとのことです。一方でアドアの独立の動きを受けてハイブはアドア経営陣の交代に向けた臨時株主総会の招集に拍車をかけています。アドアの株式はハイブが 80%、 ミンヒジンさんが 18% を保有しているため株主総会が開催されればミンヒジンさんの解任など経営陣の交代が可能な状況です。しかしミンヒジンさん支持者で占められているアドア取締役会が株主総会開催に応じる可能性は低いと見られています。ハイブは株主総会招集要求が受け入れられない場合裁判所に株主総会招集を請求することも検討しているそうです。また男性グループのライズが2023年5月5日にリリースした新曲 LOVE119 のミュージックビデオがニュージーンズの大ヒット曲 DEET と類似しているとの指摘も上がっています。ミュージックビデオ公開直後オンラインコミュニティや SNS には両ミュージックビデオのキャプチャ画像が投稿されその類似性が注目を集めました。両ミュージックビデオは学生時代のノスタルジーを誘うシーンで構成されており、共通するシーンとして体育館、自転車の立ちこぎ、夜間の屋外でのダンスとニット帽、ブラウン管テレビに映るメンバーなどが挙げられています。キャプチャ画像を並べてみると確かに似ているショットが多いように感じられます。似ているのはミュージックビデオだけでなくジャケット画像もパステルカラーの色合いやドットデザインが似ています。レトロな携帯画面を模したティーザー画像にも共通点があると指摘されています。ニュージーンズは2022年夏のデビュー以来
曲やコンセプトの斬新さ、プロモーションの手法において K-POP の常識を変えたと評価されているグループです。リーとはそれから半年後の同年12月にリリースされた冬のヒット曲で、韓国では現在もチャート上位にランクインしています。韓国のオンラインコミュニティでは、参考にしていると思う、すごく似ているといった意見がある一方で、題材が学校の初恋だから被ったのでは、盗作まではわからないが、似ているということを SM が知らなかったとは思えない。無理に似た部分を探してきたようだ。ミュージックビデオ全体で見るとリーとの雰囲気はあまりしない、など様々な反応が寄せられています。以上が最近のニュージーンズとそれを取り巻く状況についてのまとめです。ミンヒジンさんのペド疑惑によるニュージーンズへの影響は無視できませんが、メンバーたちは真摯に活動に取り組んでいます。彼女たちの実力とポテンシャルは本物だと思うので、これからも応援し続けたいと思います。またハイブとアドアの対立、ニュージーンズの模倣疑惑などについては今後も注視していく必要がありそうです。 K-POP シーンの重要な出来事として引き続き関心を持っていきたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。